ブライアン・シンガーは、アメリカ合衆国ニューヨーク市出身の映画監督。南カリフォルニア大学映画学科卒。ドイツ系ユダヤ人移民の家系で、ウェールズ系の血も引いている。1995年の映画、ユージュアル・サスペクツで一躍注目を浴び、大作映画、X ・メンの監督に抜擢された。その後、X ・メンに、スーパーマン・リターンズを監督したか、 ヒトラー暗殺計画を描いたトム・クルーズ主演のワルキューレの監督もしている。また、政治家のハーベミルクの生涯を描くカストロ通りの市長を監督することも決まっていたが、ガスバン・サントが同じ題材を扱った作品ミルクを先に完成させたこともあり、制作は遅れている。自身のプロダクション会イシャバット派とハリー・プロダクションズを設立している。2015年、 第28回東京国際映画祭のコンペティション部門で審査委員長を務める。2017年、ボヘミアン・ラプソディを撮影中の12月1日、ハリウッドリポーターが、シンガーが、感謝祭の後も、現場へ復帰せず、撮影監督のニュートン・トーマス・サイジェルが、代行監督を務めていたため、20世紀フォックスが、撮影を中断し、 監督交代を検討し始めていることを報じる。シンガーの不在理由は、本人及び家族の健康問題と報道されたが、一方で出演者やスタッフとの衝突も報道された。シンガーは、スーパーマンリターンズ、X、メン、アポカリプスでも撮影を無断で中断していたことなどから、20世紀フォックスは2017年12月4日には、撮影終了2週間前ながら、 シンガーを解雇、バッドハット・ハリーとも契約解消。その後、全米監督協会の規定により、シンガーが監督としてクレジットされる旨が発表された。V、ミラクルマスター、7つの大冒険等で知られる、俳優のマーク・シンガー、その妹で、フットルースで知られる女優のロリ・シンガーはいとこ。ありがとうございます。